美濃田宗ね美濃田宗む1月26日昭和21年1月30日は日本の反響右翼思想家原理日本社主催国際反響連盟表議員熊本県八代郡に生まれる八代中学校を経て第五高等学校に学ぶ五校での同期には笹広細川隆言がいる1917年五校卒業後 東京帝国大学に入学する。最初は、法科大学に入学するが、文科大学宗教学科に転学し、姉崎正春に指示する。1920年文学部卒業、さらに法学部政治学科に、学士入学する。帝大在学中は、上杉新吉が指導していた、国粹主義的な学生団体である、広告同士会に入会するとともに、三井講師に私宿するようになる。 1922年4月、慶応義塾大学予科教授となり、若宮宇之助らと共に、約10年間、論理学、心理学を講義する。1925年11月、三井らと共に、原理日本社を創立し、雑誌、原理日本を刊行するようになる。慶応義塾で、精神科学研究会を組織し、そして、同詞上で、国粋主義的な観点から、マルクス主義、 自由主義的な学者、知識人批判を展開する。1932年4月、慶応義塾を退職し、国士館専門学校教授となる、貴族院議員であった、三野部達吉が辞職させられた、天皇期間接事件に始まる、大学粛清運動の理論的指導者であり、滝川幸俊、氏、大内氷栄らの追放、津田総吉の古代史著作発禁事件も、三野田の批判論文が、 そもそものきっかけである。1936年11月に、日独久協協定が締結されると、1937年4月に、平沼喜一郎やこの江文みまろらが顧問を務める、反共国粋主義の国際反共連盟が結成され、その評議員の一人として、反共雑誌、反共情報に寄稿していた。1938年には、帝大粛清規制同盟を組み、 対外防空協定にこうした国内に対する滅教を唱えた。1941年、内紛に巻き込まれて国士官専門学校を退職。1942年頃から健康状態が悪化し、論文の発表も原理日本1943年5月号で途切れた。1944年6月、京里の熊本県八代に疎開し、 終戦後に首をつって自殺した。これには、発狂による自殺とする説もある。岩波書店の社長であった岩波茂雄は、美濃田の死に際して遺族に金一風を送り、それでは美濃田は本物であったかという感想を漏らしたというエピソードがある。ありがとうございます。